続いてはポッドキャストでも配信しています大竹メインディッシュ本日のお客様は著書人は違和感が9割が毎日新聞し毎日新聞出版から発売中松尾隆さんですこんにちは、はい、どうもお久しぶりですご無沙汰しておりますい多分10年以上ぶりぐらいで呼ばれたんじゃないかそうなるかね、うん、そんな気がしますよはい、うんえー、今回は これはいつ出た本ですかえっと、うん、先月ですね6月26日に出ましたそうなんだはい 人は違和感が九割というご本ですよね。はいはい。なんかこれをこのもうタイトル見ただけでなんでもしょうがないんだって思いますね。まそうですけどね。うん。あのあの違和感のすあの勧めっていうの最初に出して、その後日本の違和感でその後違和感ワンダーランドってこれ四冊目なんですけど。なるほど。あの毎日新聞の日曜版に連載しているちょっと違和感っていうまあエセがあるんですけど、それを抜粋してまとめていただいてるもんで。う いつの間にか四冊目になりまして、うん、ありがとうございます。はいえっ、ー、といろんなことが頭の中に思い出されますね。あのー、う上岡龍太郎さんがお亡くなりねあの前に、はいえー、いつとラジオで喧嘩したしてない。二回二回二回いや喧嘩つだって。<laughs> 上岡さんが僕をまさぐっていじくっただけでああ僕はまあ若いから、うん、まあ抵抗するすべがないから理屈で一生懸命返した、うん、で上岡さんは理論と、うん、あと詭弁でいろいろと外堀埋めて僕をつっついて遊んだっていう。<laughs> ま、何がテーマで,いやでも何がテーマっていうことよりもまあその当時、うんまあ、キッチンはね松尾隆さんが。うん あれだ、世に出始めて、いろいろあちこちでブイブイ言わせ始めた。いや、ブイブイ言わせてないで,、うん、でそれを、神岡さんが、あのあの人ラジオの,あの放送を持ってて、その時に、あの それ始まる前に「大竹」ってなんですかって言ったら「あの松尾っていうのは近頃出てきてるらしいけど今度ゲストに来るからあいつをちょっと叩いてやる」って俺に言ってたのね。あ,あ俺の番組に来てでで暴れだったんですよそうなんですよ。あちま、え、そう、あの 神岡さんの番組じゃないじゃないです神岡さんはラジオ大阪で番組をなさってて桂寂寂さんとその番組で「今度キッチの番組に呼ばれてるから行っていじめたろうかな」みたいなことはおっしゃったみたいな。いじめる前提だからきっかけは何でもよかった。それでその時に俺は神岡さんに「もうねそういうやめなさいそういうことは」みたいなこと言ったのよ。 うん「いやいや」とかって上岡さんが、ねあの「あいつでも悔い打てばね、うん、あいつは出てくるよ」と「<ー>打った方が出てくるんだよ」みたいなことを何か言ったことがある。でそれで 言ってたんだけど、その前に、神岡さんは、そのラジオで、うん、俺が生意気だっていうことを、どっかで言ったらしくて。それ、僕のラジオで言った。それ、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 知らない。いや、その時に、<laughs> いや、実は、あの、電話で、大竹さんがゲストだったんですよ。<laughs> うん。で、僕が知り合いを順番で、電話で、毎週つないで、うん、で、呼んで、喋って。うん でその次の回だったかその日だったか忘れましたけど「東京の役者でしょなんしょうもないやつですわ」みたいなことをおっしゃってで「いやいやまあそんなことおっしゃらずに」みたいなことは言って,てその時別にそんなことおっしゃらずには良かったんですけどその後の方だったと思うんですがあ,のある漫画家の方が電話のゲストでお出になった時に「ああの上岡さんには作品を読んでいただいたことあります」っていや僕覚えてないからしょうもない漫画描くやつでしょっておっしゃったからあそれはちょっと。 <laughs> ちょっと失礼やないですけど電話の向こうでオロオロしてる人に言ってたら何が失礼やこれって始まったんですよそれでまあ多分きっかけ探してらっしゃったんだと思うんですがちゃんと喧嘩したのいや僕はちゃんとできてないですよただ単に先輩に歯向かってるだけの でもすごいよ。ちゃんと勝負したろかと思ったから。したことは思ってないけど。なんとかなんとか自分の立場を守りたかっただけで。あと一つ言わしてもらうと、大竹さんとキッズさんは多分年上から見たら同じ種類の名前気さかもねなああ、分かんないね。まあ上岡さんから見たらね。うんうん。それでいやだからね。それでまあ上岡さんその後あの。 俺はとっても仲良くさせてもらうんだけど、うん、やっぱしその前に俺のことをなんかラジオでちょっとあ,あんなしょうもないやつ締めてやるみたいなこと言ってたらしいっていうのがあって <laughs> それでテレビに呼ばれて、うん、それで神尾さんに「ちゃんと喋れ」って怒られて、うんうん、それでそのもう仕事来ねえなこの,この番組はって思ってでももう一回仕事が来てベラベラ喋ったりいろんなことしてたらその大竹 あのまた来て喋りすぎだって怒られてそのあとからいろいろ,いろ、うん、でだから松尾君もそれから、まあ、そんなことがあってあ,あそういうふうに上岡さんは、まあね、今の村井の話じゃないけどそういうふうに見てるんだなって思われて、うん、ああちょっと生意気な人がですね かったなと俺はね引退なさった後にね平成中村座で大阪で公演があった時にテント作って歌舞伎の芝居があってそこでトークショーもなさったことがあってなさったことっていうのは勘三郎さんがなんですけどそれゲストじゃなくて客でで見に来てたんすねもう引退した後だから絶対出るのは嫌だってでもステージ上に男子師匠と鶴瓶さんと勘三郎さんがいて「今日上岡君来てんだろ?」って「上がってこいお前」って「いや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 」ってずっと首横に振ってるんです帽子かぶったまま。 で,でもお客さんはもう大喝采になっちゃうじゃないですかしょうがないからも出てきますよねそしたら今まで絶対しゃべるの嫌って言ってたのに縦板に水でまあ幽霊にしゃべるしゃべる今まで溜まっていたものを全部吐き出すぐらいにまあどっかんどっかん受けて大爆笑になって、ね、で楽屋行ったら「あ,あ来てたん」って言ってなんかすごくご機嫌麗しくあうで,しであの打ち上げに行くかなんて言って行くはずだったのが上岡さんだけ帰っちゃったんですけどね。うんへー まあねあねの引退なさってからは、まあ、僕何回かお会いしたけどやっぱりんかもうそれ以降テレビとかああいうのに出るのはちょっとしんどいっていうふうにおっしゃってましたねでもまあ本当にいい時に昭和のね芸、はい、で駆け抜けられていいもう素敵な芸でしたね、まあえー、だからちょっと目なんか松尾君なんかもやっぱりちょっと尖ってるやつは上から叩くっていうねあ<ー>、うん、その まあ、うん、ある意味光栄ですよねいいそういい洗礼を浴びてたなと思いましてね、うんえー、でも本当その後、うんうん、大抵のこと怖くなくなりましたからねそうなんだよねいすごいそうなんだよね、うん、そういうこともあるよね<ー>はい、えー、今回はそんな昔話もともかく、えー、最近の発言でなんか近頃を 渡辺博ンさんの俳句を思い出すことが多くなったというふうにそうですねお書きになってますねホラーみたいな俳句で季語はないんですが十五俳句と呼ばれるものらしいんですけど戦争が廊下の奥に立っていたこれつまり心理的に正常性バイアスっていうんですかまだ大丈夫こんなきな臭いことがあるあるいはあんなこと言って騒いでる人がいるでもまあ日本は戦争しないでしょうって ここが戦火に巻き込まれることはないだろう、はい、って思っていたら生活の中枢の普段あんまり目にしてない廊下の暗がりに戦争というものがもう入り込んで立っていたっていう怖い背筋が寒くなるような、はい、この渡辺博生さんっていうのはどんな俳句のを作ってたり僕も他は知らないんですよでも15俳句っていうんでその第二次世界大戦に入る 2年前にこれれを書かれてたらしいんですよね、うんうん、だから何かそういう国内もそういうような戦艦に見舞われるんじゃないかっていうような予感をなさってたのかなという気がするんですけどね。うんはい、それから70年80年だったわけですよね。昨年生テレビ朝日系のトーク番組で黒柳徹子さんから。 来年どんな年になるでしょうと聞かれたタモリさんは、うん、新しい戦前になるんじゃないでしょうかとお答えになってた、ね、これも怖かった。そうですね。うん、でタモリさんがなんかしらーっとしれっと流れるようにすっておっしゃった大変な重いことを言うんじゃなくて、うんうん、自然に言ったのがねものすごく引っかかってざわざわしてしまったんですよね。うんうん、でもそう感じている人もひょっとしたら結構いるのかな。 うん、という感じがして、うん、その不気味なその、うん、さっきの渡辺白線の俳句に通じるような何かを感じたんですよね松尾君自身は、はいえー、この発言と含めて、うん、日本が今向かっていく方向ああいろんなことをどんな風に感じていらっしゃいますか、あのー、今 殺傷能力のある兵器を輸出できるように解釈変えちゃおうっていう,んうね、動きが。うん これはちょっとある決定的な一線を越えてしまうんじゃないかって気がしてならないんですね、うん、でここら辺はまあちょっと機運であってほしいんですけど、うん、日本で作った武器とか日本に輸出された武器、うん、日本から輸入した武器で人が殺されたりっていうことがこれから増えるわけですよね、うんはい、まあ可能性ができてくるわけですよね、うん、で作らなくてもいい日本の敵作ってしまってこれ長い目で見て本当に国益なのかどうか、うん、あの本当の意味でのね、うん、あのいくら儲かる とかっていう話ではなくそれがすごく,まく不気味な感じがしているなっていうこととそれからあの災害時に緊急事態条項っていうものがあればなみたいなことを言ってる政治家がいるんですよね。 災害時に例えば水害やら大雨やらそういう国民が大変な思いをしている地域的にも壊滅的な打撃を受けているようなさなかに赤坂自民党なんてやってるような人たちがその緊急事態条項っていう憲法を全て停止して自分たちが好きにできるっていう魔法の杖手に入れたら何が起きるんだろうって思うとやっぱりなんか寒気がする話、ね、何でもででききる、うん、あのお前らの貯金全部募集なとかもでき、はい、できますよだっって、うん、そのたためにひょっとしたらマイナーカードで口き 紐付けしようとしてんじゃないかとか、うん、そういう。懸念まで心配まで、わ、湧いてくるわけですよ。うん、これ、何が根拠にっていうよりは、そのムードが気持ち悪い,っていう。そう、わ、うん、かる。<え>安全保障とか考えたら、難民の人たちとか、どんどん受け入れた方が、安全保障になるじゃんね、うんええ。で、あの、まあ、悪い例として、うん、ナチスドイツが。 ドイツでその政権を取ってもそのプロセスは平和憲法といわれたワイマール憲法で政権を取ってるわけですよね。でもそこにね全権委任法っていう日本がこれからやろうとしているというかまあやろうという政治家が増えている緊急事態条項と同じ質のものなわけですよ。で憲法を全部停止して好き勝手できるし何回でも延長できる。つまり誰かが時の 最初なりその権力者がこれは緊急事態であるって宣言した途端に国民の権利やら平和やらねそういうようなことを全て脇を置いてどんどん行きたい方向に行ってしまえるっていうことが起きるわけですよね空気感でじわじわだからみんな危機感とかってあんまりないのかな、うん、そうです、ね、であのはあ憲法っないうものはもう時代に合わな。な でいう言い方をする人いるんですけど、うん、今の日本国憲法に時代が合わなくなってるっていう部分はどこなのか誰も言ってくれないんですよね。うん、で日本を取り巻く安全保障環境の変化に基づきとか でもその変化をさせようとしている人たちが言ってるわけですよ殺傷能力のある兵器を輸出できるようにしようとか憲法の解釈を変えましょうとか軍事費を倍増させましょうとか43兆円増やすとかそうした時に周りの国は脅威に感じて当たり前じゃないですか。そそそううううななんだけどね日前にに平和戦争させいいい国っての 新潟でさ活動があってああ街頭にさプラカード持って1時間くらい経ってたんだけどああ、うん、全然なんかうちら仲間では盛り上がってたけどみんな通りすがりの人をちらっとも見てくる、うん、目を合わせようとしてくそれはでも関わり合いになりたくないっていうなんか別の事情があるのかもしれませんけど。<laughs> だっっっててやっぱりみんなな不安感ってないの,、うん、あのその前に正常性バイアスっていううもんんだと思うんですよ<ー>今の日本で戦争なんか起きるわけないじゃないのっていう気持ちでみんないるけど気が付いたら後戻りできないところに立っているっていうのが戦争が廊下の国に立っていたっていう俳句につながる。 うん、だってだうん軍事費とかすごいでしょ年間で43兆本当にそれの10分の1でも何分の1かでも少子化対策なりあるいは大学の無償化とかそういうことやったら。 どれだけの若者が助かりで、まあ、結婚して子供でも産みたいけど産めないなっていう人が産めるようになるかっていうようなことが起きると僕は思うんですけどそっち方向にはあ財源がない財源がない財源がないでも武器買う財源はどっかからか持ってくるなりあれ武器買うために増税しようなんていうようなことも増税は考えておりませんって言ってた人が言い出してるわけですよね。うんうん本当にななんかちちょっと気臭く,くて気持ち悪い、はいはい あの災害時の緊急事態ね、うん、まあそれに、ええ、あの時はやっぱし国の指導と、はい、まあ例えばその件があったら県の指導と、うん、まあそれに全部従うというのが緊急事態の話だけど、ええ、これが災害時じゃない時にも適用されてしまう、うんうん。それは緊急事態なんだ。 宣言しちゃうともうととあはもう好きき勝手でるるようになるわけですよ、うん、それにあの本当だったら災害時は地元が一番密接のつながりのある自治体が権限をもっとたくさん持てるとか予算を組めるようにするっていうんだったら分かるんですけど国家権力が緊急事態条項によって全て憲法まで停止して好き放題できるようにするっていうこととその被災された人たちがどういう恩恵が受けるのかっていうのは全く脈絡がないですよね。うん はいまあそういう状況がだからさっきの俳句にも現れてるようにあ迫ってきてるんじゃないかなってい,うふうに思いますね,ねでも違和感って持ってないわけじゃないのかなどうなんだろう,、ねいやもうまあ、違和感か覚えることが多くなってるっていうことは確か、まあ自覚としてですよ。あのこんななのの統計の出しようがないですから ただ変だだ変なってでもそれでも進むんだ、えー、昔はこういうのって全部国会で論議して審議したのに今は閣議決定で何でも決まっちゃうんだねっていうそれも魔法の杖に近いような話ですけどねうまあそういうような危機感を持ってる人もいるけども巷の若者たちとかそういう人たちはもう所得がこう200万円以下の人たちが。 40%ぐらいに来てもう食うや食わずとこのあとねんかんていうのインボイス制度みたいなことにもイインボス今までね結構つらい思いで零細でやってきた人たちには免除されてた部分もみんな強制的に支払わされるようになる消費税それも10%トで本当にギリギリでカツカツで生きてる人と大富豪とかが 同じ税率で払うっていう悪法だと僕は思ってるんですよねううなぜこれがなくならないのか、うん、あるいは軽減されていかないのか不思議でしょうがない不思議税が平等みたいなこと言ってるよね平等じゃないですよだって大富豪と生活、うんうん、貯蓄ゼロで生活ギリギリで借金まみれの人も同じものを買うのに同じ税率払ってるわけですよ、うん、これ平等じゃないでしょう平い、うん、はい でも今のところ10で、うん、えーこういう現実があって、うんうん、若者たちも、まあ、年よりもね、はい、まあちょっと自分たちの首が絞められてるんじゃないかって心配して、うん、何よりも30年間所得が上がっていかないという中で、うん、物価だけは上がるけど物価は上がるけど、うん、この是正ができないまんまこの国は今日まで来ちゃったとその先にあるものは何ですか、はいうん いやもう日本はあの今のところぎりぎりイメージであるいは過去にやってきたことをまだ勲章のように掲げて先進国ずらしてるけどもう後進国っていう言葉って昔は使っちゃいけないって言われて発展途上国って言われてでも発展もしないんだから後退国ですよそうだねそうういのでね。 新しい資本主義とか所得倍増計画とかいろんな計画があるみたいですけど資産だ、えー。 資産売却資産所得,産所得こんな意識ないですよねどう,どうやってやるんだろうなと思いながらね聞いてるけどね、えー、資産のある人たちがやることだからねそうなんですよだから資産のない質できないからねだって資産がゼロの人はゼロかける二になったってゼロですからゼロだゼロ何倍になってもゼロですよ,ですよねつまりそういう人たちは多いんですよ四世帯に二世帯が無職金だもん、うん、でしょだから資産運用できない人たちを何とか救済しなきゃいけないのに金持ってるやつだ、うんうん 県は自己責任で老後の資金稼いでいいよってそのためにちょっと税金軽くしますよとかあるいは免除しますよなんてことを誇らしげに総理大臣が語るこの国ってどこまで落ちてるんだろうと思いますね。まあね資産は増えないし 給料も上がんないしな。そうですね。うん、まあ、いろんな手当は、あの子育て世代にはね。うん、手当をしてくれてるっていうのは、わかりますけども。えー、その前に、子育ては結婚しなくちゃできないからね。そうですね結婚する前。で、奨<何>学金って言うけど、うん、あれ借金ですからね。うん、は,いはい、はい。もらえるお金じゃないですから。うんうん それで返し続けるために払い終わるの例えば三十代半ばだったりする人もいるわけじゃないですか。結婚して子供を育てようかっていうきっかけすら与えてもらってない若者。今婚活の時に奨学金が返してるっていうとちょっとなんかネックになったりするんだって。あとね、あと自殺者も出ちゃったよね。奨学金の返済金。世の中は一体このままどんどん貧しくなってどうしようもななっちゃうのかね。 なんかいい手段はないなないかなと思ってるでもあれ今度松尾君がやろうとしているお芝居とかそういう分野ももうどんどん今先細ってる感じがするねで。でね、うん、いや文化に使う金がみんな持ってないのよ。ええ そそうなんですよねこののところでああええてて舞舞台台ややるねりますこれはあのかつては流星を誇った一族が没落していくっていう設定のお芝居でございますがこれはあのアントン・チェーホフ、えー、ロシアのチェーホフが昔書いた名作で「桜の園」という戯曲がありましてそれをあの原田美恵子さんが主人公の「 ラフネスカヤをやります。で、僕はその兄のガエフという役なんですが、村井邦夫さんとか市川新平さんとか、やしまのりとさんとか、なんかなかなか味わいのある濃い人たちが大勢出ております。8月の7日からパルコ劇場で29日までやりますので、よろしければお運びになって、たまに普段あのえない刺激を。 感じていただければ大事ですよ。もうこうなったら現実逃避が一番いいですよ心なんて。現実余計にでも現実を見せつけられるような内容でもあるんですけどね。そうなの。え、そうなんですよ。えっと原田美恵子さん。はい。ね綺麗。え。 かいらし人でですすそうもう稽古はちょっっとやてるんですかもうあの今日程としては半分ぐらい進んでるんですけどなかなかに難物な戯曲でただそれをすごくあのなんでしょうかねアイデアと理解力豊かにショーン・ホームズさんというイギリスから来られた演出家の方がすごく楽しい稽古場作りをしてくださってましてものすごく面白い作品になってます。はい それはお誘いがあったからそれとも松尾君がチェーフが好きだとかいやいやそうじゃないですもうそれは僕が「おやらせろよ」って言うわけないじゃないですか。いやだってまあでもチェーフは結構みんなやりたがるよかそうですね三姉妹とかかもめとかねはいはいでも当あのそういう意味ではそういう名作にんか触れ合うことができていい チャンスいただいたなと思ってます。あ、そうですか。はい。どんな役どころ？僕はあの兄さんなんですけどね、その原田美恵子さんのまあちょっとこうなんていうんですかね、神経質で頼んないようなでまあ育ちが良すぎて自分で服も着替えられないような男の役なんですけどね。え、まあなんかあのセリフが異様に多いので。そう <laughs> <laughs> ちょっとね。じゃ、多いの得意でしょう。やっ今得意は得意なんですよ。うん、思いついて喋るのは得意ですけど。うん、書いてあるものを覚えるのは得意じゃないですか。<laughs> あ,あ、そう。こう、えー、セリフ得意そうだけどね。<laughs> はい、えー。そんなのが、ちょっとお知らせをしてください。はい。はい、うん。 松尾さんが出演する舞台「うん、桜の園」詳細は公演のオフィシャルサイトをご覧になってください。うん、また毎日新聞日曜版のコラムをまとめた著書「人は違和感が9割」が毎日新聞出版から発売中です。うん、はい。ありがとうございます。ご、えー、本の方は「人は違和感が9割」っていうご本です。はい、えと舞台の方は「桜の園」はい、これは 八月の七日から二十九日、二十九日まで。までではい。パルコ劇場ですえ。渋谷でございますので、うん、はい、必ずついでは作っていただけるものと信じています。はいはい。短い時間でしたけど、ありがとうございましたこちらこそ、ありがとうございました。大竹メインディッシュ。本日のゲストは松尾隆さんでした。